速を伸びます。はい、でもおはようございます。今日3日目ですね。ハノイ3日目ということで、昨日は散々遊びまして、疲れて帰ってきてすぐ寝ちゃいましたけども、このねベトナムのこのデザート、ヨーグルトが上にあって下にあんこが入ってるデザートがあるんですけど、これねちょっと食べてみたんですけどね、すごいマッチしてるんですよ。でこう下のあんこみたいなこのやつなんですけど、甘すぎず本当にこのヨーグルトの酸味とマッチしてて、めっちゃ食べやすいです。でなんか朝からなんか食べたやつもとっても美味しかったんですけど、なんかやっぱベトナムのご飯っていつ食べてもこんなに重くないし、次の日胃もたれとかマジでないんで、本当に不思議ですね。不思議というのはなんか結構素手とかでいろいろやったりとかして、熱入ってるものも入ってないものもあるけど、お腹壊すってことはないし、こういうの美味しいしね、やっぱいいよね。こうヘルシーだし、お米で作ってる麺とかも本当いくらでも食べれるって感じで、スープもすごい味が濃いわけでもないし、自分たちで調節できるから味とかを、めちゃくちゃ美味しいです。というわけで今日はですね、ここからまたバスで移動してハイフォンという町に行ってみたいと思います。ちゃんとついてこようなちなみにこれなんていう名前だっけ。スガチョネカ全然わかんねえ長くない名前。スワスガチョスガチョスガチョネカなるほど。覚悟しろ。